皆さんこんにちは。始まりました、アリオヤオ YouTube チャンネル。今日の動画はスペシャルゲストお呼びしております。そのゲストとはこちらです。はい、皆さんこんにちは。サバイドルチャンネルのカホナンです。今回はサバイドルカホナンさんに来ていただきました。アウトドア系 YouTuber として大人気の彼女、自身のサバイドルチャンネルの登録者数はなんと28万人以上。ありがとうございます。よろしくお願いします。お邪魔します。アリオヤオどうですか？めっちゃ綺麗ですね。この辺アウトドアコーナーなのかな。アウトドアの一応エリア的には、うん、アウトドアを意識した去年の10月からできた新しいエリアな、うん、やっぱりなんかアウトドアだよみたいなエリアなんで気になるなと思って見てました。せっかくなんで今回ちょっとお買い物しちゃいません？本当ですか？うん、お好きですか？タイムお好きです。おじゃあちょっとカホナンさんが欲しいものを選んで、うん、それを最後ちょっとゲーム的なもので勝負して、私が負けてカホナンさんが勝ったら商品が全てプレゼント。おお無料だ実質。そうです。負けたらでも自分らでお支払いを、いや負けませんから。おいや負けませんから。お買い物1軒目はダルトンデイスタックさん。キャンプでやっぱりもうあのキャンプに持っていくものとして今選んでるんです。そうですね。そうですね。でかくアウトドアだから変わってません。迷彩っぽい、かっこいいし、かっこいいワーナー、カモフララダーって感じ。難しいな。難しいな、いろいろ。なんかそのアウトドアグッズを買うときとか通販を見て買う。見て買いますね。うん、結構ホームセンターとかで見てくるんですけど、なんでこういう専門店とかじゃなくて、アウトドアグッズの店みたいなのあんまり来ないので、新鮮とか。これいい。これかっこいい。すごい。あ、結構好きにもなる。あ、なるなるなる。寒いね。いいな。あ、軽い。あ、いい、めっちゃいい。ちゃいい。あれだ。おお、あれ。欲しい。これサバイなんだろう。ステンかアルミか。アルミかな。どう使われてるんですか、このステンレスかアルミか。あ、ステンレスは熱伝導が悪いんで焦げやすいけど、でも丈夫なんですよ。でもアルミだと熱伝導がいいんでご飯とかすごい美味しく炊けるけど、しかも軽いけど、うんうん、でも弱いので。ああ悩む。悩みますね。これね、じゃあこの辺候補で。ツールボックスかな。コンテナ、アルミコンテナ、コンボイ。へぇ、いつもコンテナ持ち歩くんですけど。え、アルミは初めてです。はい、今日のあのテントとかもコンテナに詰めてたんですけど、雨水が入るなって言うんですよ。あー、これいいんじゃないですか。いいですね。確かに。寒いの。あ、こういうことか。あ、すごい。なるほど。ふんふんふん。また私がぶつけなければいいんですね、これ。でも丈夫そうですけどね。ですね。キャンプ飯何が一番好きですか？肉です。肉シンプル。じゃあパン。パン、パン。パン焼くし、パンも作ります。こねて。一から。一から。わあ、美味しそう。美味しいです。何に決めました？私は結局、はい、じゃあこちらのクッカーにしました。決め手は、え、見たことないクッカーだったので、いや、これはアリオこの時でしか買えないんじゃないかと思って買います。ビビビッときました。違う、買ってもらうんだ。私が勝負で勝って。そうですね。お買い物2軒目はグランドロッジカフェ&レストラン。小川セントマークが出てる。そうそうそうなんですよ。あ、じゃあオリジナル商品なんだ。すごい。じゃあこういうクッカーも全部小川さんの。あ、そうね、ロゴとか貼られたりとか。なるほど。ランタン。でもいろんな色あるんですね。そうなんですよ。私、こういうのを持ってるんですよ。好きな色。好きな色。そうだな、黄色とか、あとこういうオリーブ系の色とか好きなんですけど、
持ってるのはこのノーマルな色なんですよ。いろいろある。見たことないものがある。あ、あります。よかった。なんかもう全部知ってるようなイメージがある。いやいや、そんなことない。網羅してるみたいな。いやいやいや、でも血の巡回してるところが文化センターだからね、専門店とかはあまり行かないので珍しいものはわかんないんですよ。こちらはカギアって何ですか？え、カギアに入れないですか？あ、全然入れてくれ、入れてください。じゃあ半号買いました。今持ってるやつっていうのはもう初代？あ、2代目かな。2代目でもいろいろ使ってみてやっぱ半号に落ち着いちゃったんですけど、また最近新しい何かを見つけたいなと。おー、かわいい。可愛すぎる、これは。可愛い。ちょっと候補似合いますよ、本当に。あと私こんなおしゃれなキャンプしたことないけど、クーラー候補。プレイバッグの大きいバージョン、2リットルのペットボトルが6本入ってます。え、すごい、すごい。ボボボボボ。水どれぐらい持ってる？水は2リッター1本ぐらい。外で飲むおすすめの飲み物とか飲み方とか。コーヒーも美味しいし、この間あれヒノキを木から取って、うん、なんか煎じて飲みました。え、ヒノキ茶です。ヒノキ茶美味しかったですよ。すげえ、なんかミントみたいな匂いしました。結構爽やかな感じ。爽やか系です。やっスーッとした。してみたい。ぜひ。はい、私が決めたのはじゃーん、こちらのクーラートートバッグにしました。軽いし、すごい丈夫そうな生地で作られている。入れるなら何入れますか？もう食材のすべて。決まりました。さあ、いよいよこの後は、はい、勝負の時ですよ。これをカホナンさんが無料でゲットできるか、お楽しみに。まあ、買いたいものも買えましたということで、ちょっと買い物したら高すぎますね。はい。何ですか、ここは。ここね、グランドロッジカフェ&レストランさんの、はい、飲食ブースの、うん、テントの一角なんです。飲食ブース、そう、ここにね、ご飯食べたりできるんですよ。おー、だってこういう感じでね、いつもとは違うところでの食事があるんで。でもなんか飲食店のテーブルと椅子じゃない、なんかもうもうね、ちょっとなんかグランピングな感じ。こういう大きなテントで寝たりとかっていうのはないです。ファミキャンぐらいだけど、ファミキャンもこんな大きいテントもないですね。すごすぎ。お待たせしました。やばい、何これ。串がお肉と、お肉と野菜と、なんかパイナップルが、焼かれたパイナップルが乗ってる。いや、めっちゃ肉。ガムナさんの目の色が変わって、グランドロッジに来ました。すごい、めちゃんこおしゃれ。これだとほら、パイナップル、肉、野菜、おぉ、不思議って。で、ご飯もメスティンで食べたものがあって、はい、というわけで、ここで撮影をしていきます。バイバイ。では、いただきまーす。いただきまーす。切れたか？じゃじゃん。わー、めっちゃ綺麗。すごい。じゃじゃーん、めっちゃピンク、美味しそう。いただきます。わー。がっつりいっちゃいましたね。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。なんかね、鼻を抜ける、うん、こう牛食べてるって味が、あ、感じがね。お顔が笑顔100点満点。勝負コーナーです。いや、今まで笑顔できたけど、ここで何か笑うと決まるんですね。今私、2枚のカードを持っています。ジョーカーとスペードのエース。スペードの方をカホナンさんが引いたら、カホナンさんの勝ち、うん、つまり今日買ったアイテムを全部タダで持って帰ってください。いよいよ勝負の時が。
ね、分かんないぐらいシャッフルしちゃいました。分かんないですね、はい、もうイカ様も何もできません。こっちじゃあこのまま持ってください。はい、で、せーので一緒に開きましょうか。はい、せーの、じゃん。はい、うわあ、おめでとうございます。待っていけだろう。ありがとうございます。どうでしたか？楽しかったですか？楽しかったです。結果が良くて、あ、そうですね。もう終わり良ければ全て良しということで、はい、たっぷりとカホナンさんにアリオ、ヤオを堪能していただきました。はい、スペシャルゲストサバイドルカホナンさんでした。ありがとうございました。またやってね。バイバイ。はい。